久保さん稼ぐは最大の防御みたいなね。稼ぐが勝ちじゃなくて、稼ぐは防御。稼ぐが勝ちではなく、稼ぐが防御にしましょうか。やっぱね、かお金がないと、うんまあ、その犯罪とかね、も、ま、う、あ、何で起こるのかっていうと、例えば銀行強盗する人がいます。まあ最近もなんかニュースとかでね、なんかクリーニング屋に現金2万円だったか、1万円盗んだとかね、コンビニで数千円盗んだみたいな。 まあそれでじゃあその銀行強盗とか銀行強盗まあコンビニ強盗クリーニング強盗か分かんないですけどじゃあその人たちがもし貯金3億円あったらその,その数千円を盗むっていう行為に至ったのかっていうと多分僕は至ってないと思うんですよだから結局そのお金がないと人は 理性を失ってしまう部分もあったりとかするのは事実なんで、まあ、しっかり売り上げをちゃんと作っておくっていうことは本当大事だと思います。 うん、じゃないと、まあ、そういう風になるっていう、た、まあ、多分ねや、やりますかね,、まあまあ、そのそのね、クリーニング屋とか、そのコンビニにその包丁を持って、その強盗した人の気持ちは分からないですし、その人になってみないと分からないですけど、貯金通帳3億円あって、それをやるのかっていうと、その選択は多分ないと思うんですよね。 うんだから稼ぐっていうことはそういうそういうことをしないっていう防御にもなるってことですねうんだからその例えばあのパンの話もあるんですけど自分が、ま、満腹だったらね自分が満腹だったら目の前にパンがありますそれをこの快くね分け与えることはできるとは思うんですよなんだけど自分が餓死しそうその目の前のパンを食わないと死んでしまうっていう状況の中に 心よく100%でそのパンをね、自分が全く食わず分け与えることができるのかっていうと、これ難しいと思うんですよね。自分が生きるか死ぬかっていう状況で、その目の前にパンがあります。で、そのパンを分け与えることはできるのか。100%でね、いいですよっていう、いいですよ、どうぞ食べてくださいという100%の気持ち、心でそれを分け与えることは僕は非常に難しいんじゃないかなと思うんですね。 うんでも、一つ言えるのが、めちゃめちゃもう、これ以上食ったらお腹も腹下すもう、もうお腹いっぱいですっていう状況であるならば、もう多分ほぼ100%どうぞって言えると思います。だって、それ以上食,食ったらあのゲロ吐くみたいな状態で、目の前のパン食いたいかっていうと、どんだけだよって話じゃないですか。もう食ったらもうゲロ吐くっていう状況ですよ。それでも、そこのパンは私のもの。にはなりづらいと思うんですよね。 だってそのパンを確保したとしても食えないわけじゃないですか <laughs>。うん。だからね、やっぱお金は稼ぐっていうのは価値というよりか、まあ価値もあるかもしれないけれども、どちらかというと実は防御の方が強いんじゃないかなと思いますね。堀江さんが昔、稼ぐが勝ちっていうね、かなり十何年前本出しましたけど、稼ぐは防御、言ってらっしゃい。